十勝の美味しいものを求めてチャイ編集部が行くお出かけスイーツ部。8月号は帯広市内にある高橋邸の居酒屋北の住処。いらっしゃいませ。熟練職人が丁寧に作るリンゴたっぷりのタルトタタンは、代表の高橋邸さんが50年以上もの間作り続けてきた自慢の味です。18で帯広を出ていきまして、この世界に入りまして、調理師学校とかそういうのもありますけども、レストランを2軒ほど回ってまいりました。で、22の時に入った店がフランス料理の店で、ビストロサンノーという店なんです。そこでこのリンゴのタルトを教わったんです。だいたい5個ぐらいは入ってますね、本当に薄くスライス、全部5個をですね、薄くスライスして、それを鍋に一枚一枚並べていくんですよね。それが一番手間かな。他の仕事もありますので、だいたい2個2枚が限界ですね、そうですね。一番はやっぱりリンゴの甘酸っぱさを大事にしてますね、帯広へ帰ってきてからね、自分の店で、ビストロテイっていう店を開店して、その時にはリンゴのタルトも作りました。で、それは4年ほどで閉店いたしまして、して今現在このお店は居酒屋なもんですからね、やっぱりちょっと合わないのかなというふうに思いまして、それは出すのをやめたんですよね。でも最近っていうか、この2年ほどコロナでやっぱり店自体も大変なことになりまして、居酒屋というよりも私の店だから、私のしたいものを出そうということで、息子とも相談して、昔の料理っていうか、お菓子とか料理も作り始めようっていうことになったんですよね。2週間塩漬けした豚肉を2時間煮込んで作るこだわりの味、ドイツ料理アイスバインも絶品です。そうですね、ずっとやってますオニオングラタンスープっていう、食べるスープっていうんですかね、玉ねぎを3日間炒めて、弱火で炒めて、そしてブイヨンを取って、スープ状にして、パンにとろけるチーズを、グリエルチーズというチーズを入れて焼き上げるんですよ。そういうオニオングラタンスープ、それとかビーフシチュー、タンシチュー、それからドイツ料理のアイスバインっていう料理も作ってます。全部洋食なんですけども、居酒屋ですけど洋食もありますよということでお出ししてます。他の店の方も同じだと思うんですけども、どれもこれも丹精込めて作ってますので、ぜひ食べに来てくださいですね。美味しい料理を作るためには手間暇を惜しまないで作られたタルトタタンは、3日前までの予約限定品なのでご注意ください。贈答用にもぜひ。